じやだ、はい、ということで不動転送でございます。今回はですね、コージアダム、来させていただいております。ですね、このコージアダムなんですけれども、ご依頼いただきました。はい、で、まあ、あの動画をね、あの見せていただいてですね、送っていただいた動画を見せていただいて、まあ、足音が聞こえたりとか、あの声が聞こえているということで、まあ、動画を送ってこられて、それを見せていただいて、まあ、あの不思議な声や足音のような音が入っていたので、あの検証へ来させていただきました。まあ、インターネットの情報によりますと、まあですね、この橋があるんですけどもね、その橋でよく飛び降り自殺がある。もうその橋が作られた当初から、多くの自殺者が出てくるぐらいの、その自殺の名所であったりだとか、まあ、近くでその死体が遺棄されるような事件があったりだとかということが、相次いで起こっていると、いうことなので、検証していきたいなと思います。もうね、今日ちょっといろいろありまして、ものすごくテンション過敏になっております。はい、もうね、いろんな情報がいっぱい入ってきておりますので、あのちょっとね、お伝えするのがちょっとたどたどしくなるかもしれませんが、ご了承くださいということをお断りさせていただいてですね、いきたいと思います。まずね、こちらの後ろに映っていますのはね、もうトイレなんですけれども、ざっくりとこのトイレがやばいというね、情報が入っておりますので、まずこのね、トイレの方からちょっと検証していきたいなと思います。ということで、よろしくお願いいたします。それでは早速でございますけども、検証行ってみたいと思います。それでは行きましょう。お願いします。怪奇の間、ここですね。はい、一見何も何の変哲もないお手洗いですけれども、男女共用、はい、中に入ると、何の変哲もないお手洗いでございます。ここは男性用の小便、そうですね、小を出すとか、ね、はい、でまあ、こたこ室でしょうね。ちょっと開けていただきますか。両手塞がっちゃってるので、はいはい、ではちょっとカメラの前を失礼いたしました。せーの、ドン。はい、いきなりピントがなんかどこかに合おうとして動き始めた。わあ、結構匂うな。ボットン、うん、汲み取り式の、うん、うん、感じですね。はい、うん、まあまあまあ、このお手洗いはね、そういう心霊スポット巡りレベルではまあまあ中の中ぐらいですまあまあ何の変哲もないような雰囲気あるなっていうぐらいの、なるほど、ね、はい、お手洗いですけれども、はい、もうね、はい、すごいすごいって、もう何がすごいってね、はい、星めっちゃ綺麗なんですよ。星が映らねー星がものすごく綺麗、映らねー、ただまあ綺麗な星を見に来るにはちょっとリスキーかなというふうな感じではありますけれども、はい、でここが翡翠公園なのかな、翠公園、翠公園、翠公園、はい、翠公園、なんかいい響きですね。さあ、はい、そしていきましょうか。ね、ブランコ、ね、このブランコが急に動き出すっていうことはなく、え、こともなく、ね、なんかないんですね、動くんかなと思ったじゃないですか、こともなくね、いや、まあまあ怖いですよ、これ。うん、万有引力に逆らうこともなく、はい、いや、逆らわないです、静止しておりますけれども、はい、とっても静かな夜です、本当にめっちゃ静かです、はい、普通の聴覚で聞くとね、はい、そういうレベルの静けさなんですけど、うん、ざわざわざわ言うてるんですよ今日ね、本当に過敏になっちゃってざわざわ言うてますもん、ざわざわ言うてますもん、すごいんですよむっちゃ入ってくるからもうね、やっぱりじゃあいるんですか、うん、もうむっちゃ入ってくるから、こっち、まあこっちなんやけど、こっちこっちこっち側、この橋の方からなんやけど、もうすごい言ってるのよまたおねえ言葉になってますよって言われますけどね、こんなん言ってたら
例の橋です。そうですね、え、水大橋、翡翠水大橋、よいしょ、ここです、ね、あ、水大橋ですね。あ、ここにもありますやん、ほら、悩みがあるときはご相談をって言って、まあ自殺が多かったんでしょうね。ここから身を投げる方が多いからこういう看板を設置してるんですかね。多分ね。ちょっと止まってもらっていいですか。はい。うん、はい。ちょっと止まってもらっていいですか。今すぐ横でパチン、うん。だからちょっと止まってもらっていいです。うん、あのね、さっきざわざわ言ってたって言ってたじゃないですか。はい、訂正します。あの、あーあーうう言うてます。ほら、ううって今聞こえへんかったかな。あ、これは違う。これはあの車の音かな。ん？違う。車じゃないですよ。うん。ね、今多分聴覚の方で聞こえてる音の、はい、がいっぱい聞こえてるの。聞こえてるの。うん、このうーだーおーあーうーあーってもう男性女性あの関係なくいっぱい聞こえてるの。もうだからね実況できないのよ。いっぱいありすぎて。まあでもそれこそパキンって言った。うん、パキンって言った。すぐ横でしましたよ、うん。だからちょっと待ってって言うたやん。ちょっとなんで怒られてるんですか。僕じゃあ行きましょうか、うん、星の方行きましょうか、うん、トイレ自殺が、まあ、多いと、はい、ということなんですけど、はい、あの死ねなかったっていう言葉が聞こえてくるんです。カタンって言うと、ね、カタンって言うね。もうそんな一時反応せんといて、あの言う、あのじゃあもうそんなんどうでもいいね、カタンとかは。あの死ねないんですって、こっから飛び降りてもすぐに。なんか、うん、苦しかったんでしょうね。すぐにスッと行けると思ったのに行かれへんかったというようなことが結構多かったみたいですね、はい、それでじゃあその時の苦しい思いが結構残ってる感じ、手すりとかに染みついちゃってるんですかね、うん、そうでしょうね多分。だからまあうん、なんかすぐに死ねなかったことへの後悔であったりとかっていうことが大きいんかなという気はしますね。それでまあ手すりがコンコン言うたりしてるんかなというような気もせんでもないんですが、いかんせんもうね数がで多分ねここで亡くなられた方だけじゃないんでしょうね、この集まってこのうなり声とかは呼び合ってるというか、そんな感じで。だからここで亡くなられた方ってそんなにあの 今ね、テイソンの耳に入ってきてるほどの数じゃないと思うんですけど、あのものすごい多いんですよ、ここ うカン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 言うてるのが、自殺しようと思うほどのね、思い詰められた方が来る場所なので、来られるような場所なんでね、やっぱり面白半分で来るところではまあないですよね、うん、ここちょっと開けてるんですか。そうですね、ちょっと広いですね、真ん中ぐらいなのかな、ちょうど橋の真ん中になるのかな、うんうん、パンって言うと、うん、言うそれぐらいは言うでしょう言うでしょこれこれこういう理由があって音が鳴るんだよ、まあ、家鳴りと一緒ですよね、あの気は伸縮するから鳴るんだよみたいな、あの原理とかっていうのもあるとは思いますよ、あの理由です、うん、説明しようと思えばね。だけどじゃあほんまにそれだけなのかというと、まあ、テイソンはそうじゃないなと、うん、いうふうに思います、はい。まあ、だからめっちゃ言う、うん、検証結果はどうしましょう、ここで取りましょうか。あ、そうですね、じゃあここで行きましょうか、はい、検証結果、はい、ということでございまして、ご依頼いただきました、コージアダム検証、いたしましたということでですね、本当にね、あのここで亡くなられた方、うん、まあ
死ねなかった死ねなかったというふうにおっしゃっておられるので、まあ、苦しまれた方って言った方がいいかな、はい、がたくさんいらっしゃってですね、まあ、その方々が、まあ、そういう、まあ、負の人の負の感情とかっていうのをたくさんここに呼び込まれたりするような場所であるなというふうに思いました。お昼間ね来るには多分全然すごく綺麗な場所なので来ていただいたらいいと思うんですけれども、まあ、夜に来る場所ではないなというふうに思います。で、まあ、本当にねそういう思い詰められた方が実際にここに来ておられるわけですので決して遊び半分では来ないようにしていただきたいと、はい、思います。はい、はい、もういちいち反応しないでください。もうねカンカンぐらい言いますから、はい、ということで今日の検証結果、これぐらいで終わらせていただきたいなというふうに思います。ここでもねあまりというか、まあ、どこでもそうですけども遊び半分では来ないようにしていただきたいと思います。それではありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。背筋がキュンとなったらチャンネル登録高評価お願いします。チャンネル登録してくれないと